こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスにとてもシンプルで簡単な方法でクリスマスの絵を描いていこうと思います。誰にでもクリスマスっぽいイメージが出せる簡単なアイデアなんですが、誰が描いても同じになるんじゃなくて、すごく愛のこもった作品になると思います。クリスマスカラーといえば赤、白、グリーンですね。まず最初にバックグラウンドを塗るんですけど、もうこれだけでクリスマスっぽくなると思います。片方を赤、もう片方をグリーンに塗っていきます。もうこれだけでクリスマスの絵って感じですね。こういう横にも塗ってあげると、この周りも塗ってあげることによって額に入れないで壁にかけた時に綺麗に見えます。このグリーンの絵の具が乾く前に白い帯を入れます。グリーンの絵ですね。もう一つのクリスマスカラーは赤ですね。こっちも周りを赤く塗ります。今度はこの赤い絵の具が乾く前に黒の帯を入れます。サンタクロースのベルトみたいですね。乾く前に塗ることによってこういう感じでムラができるんで、なんかちょっと面白いかなと思います。もうなんかクリスマスっぽくないですか？今日は天気もいいので外に出して乾かそうと思います。絵の具が乾きました。なので次は絵を描いていきたいと思います。もう全体的に赤とか緑とかのクリスマスカラーを使っているので、どんな絵を描いてもクリスマスっぽく見えると思います。で、今日はうちの猫の絵を描きたいと思うんですけど、この赤の方には白っぽい色をバーンと持ってきて、グリーンの方には茶色をバーンと持ってきたいと思います。
こんな感じの絵が完成しました。なんかグリーンと赤だけでクリスマスって感じしますよね。この赤いのにはちょっとグリーンのワンポイント、そしてこのグリーンの方には赤のワンポイントっていうのを入れようと思ったんですけど、こっちにグリーンの首輪で、こっちに赤い首輪とか、まあなんかしなくてもクリスマスっぽくなったのでこのまま続行しました。赤はすごいなんかクリスマスって感じで、サンタクロースのベルトにサンタクロースの白いヒゲみたいですね。これグリーンの方はなんかこのなんか雪みたいのを入れることによってちょっとクリスマスになったかなって気がします。絵もどんな絵でもいいと思うし、私はいろいろな作風で描くんですけど、今日はこういう作風で描いたんですが、どんな作風でも赤いバックグラウンドになんか白いでっかい絵、赤白グリーンの模様とかね、そういうのもいいし、なんか描くとクリスマスっぽくなるかなと思います。うちの猫の絵ってあんまり描いてないので、うちの猫の絵が久しぶりに描けてよかったなと思っています。ということで今回の動画は以上です。この動画が少しでも良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方をいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。もうすぐクリスマスですね。皆さんどうぞ素敵なクリスマスをお過ごしください。さようなら。